オスカー・グレーニングは武装親衛隊元隊員。アウシュビッツの募金係と呼ばれていた。ドイツにイーダーザク選手、ニーインブルク、ベーザーウ生まれ、保守的な労働者一家に生まれ育った。幼くして母親を亡くし、従軍経験がある父親は鉄カブト団のメンバーとして活動していた。グレーニングは17歳で銀行員になったが、間もなく戦争が始まり、 1939年にナチ党に入党し、1940年に新衛隊に志願して入隊した。入隊後は銀行勤務の経験を見込まれ、給与管理や募金など事務仕事に従事していた。1942年、アウシュビッツビルケナウ強制収容所に配属された。収容所に到着した人の所持品を記録し金品をベルリンの本部に送る業務に従事した。 この間、グレーニングは、兵長から五長に昇進し、スターリングラード攻防戦で戦死した兄弟の婚約者と結婚した。アウシュビッツでの数々の虐殺行為を目撃して、不快感を覚えたグレーニングは、たびたび戦闘部隊への転属を願い出ていたが、1944年に、ようやく転属が許可された。アルデンヌでの戦闘に参加したが、負傷して、 ドイツ国内の病院に入院し終戦を迎えた。この際アウシュビッツでの勤務が自分にとって不利となると見たグレーニングは経歴書に偽の経歴を記述している。1945年6月10日、病院でイギリス軍に逮捕され、イギリスに送られて1947年まで捕虜生活をした。ポーランド政府がイギリス政府に提供した先般候補リストに 疑わしい人物の一人として名前が載っていたが、最終的には他の疑わしい人物たちと一緒に釈放された。釈放後、故郷に帰ったが元親衛隊員ということで銀行に就職できず、ガラス工場に会計士として就職し、最終的には人事管理責任者に就任し、労働裁判の名誉判事に選ばれるなど、中産階級の生活を享受した。 アウシュビッツでの体験は家族にもほとんど語らず、その様子をいぶかしんだ父の義母が追求した際は、月光したほど話題にすることを嫌っていた。グレーニングは切手集めを趣味としており、趣味仲間が集う地元の会合で、ホロコースト非人論を展開し、グレーニング自身にも非人論のパンフレットを読むよう進めてきた男と出会ったのをきっかけに、アウシュビッツでの自身の目撃をもとに、 自身の虐殺への関与は否定しつつ、ホロコースト否定論者への反証をする運動に加わった。自身の経歴を公表していこうグレーニングのもとには多くの手紙や電話が届いたが、そのことごとくがアウシュビッツに勤務していた、新鋭隊員であったグレーニングの口からホロコースト、否認論を主張させようと促すものだった。2005年には、イギリスの BBC 放送局から長時間インタビューを、 受けている。しかし、このことからグレーニング自身にも、先般容疑がかけられるようになった。1985年、不起訴となった。2011年の判決で、収容所元監視が虐殺への直接関与がなくても、殺人法助で有罪とされたことから、グレーニングは、1944年5月から7月に、かけて、ユダヤ人など30万人の虐殺に関わったとして、 殺人法除罪に問われ2014年9月に起訴された。2015年4月21日、リューネーブルクで初公判が開かれた。グレーニングは手落ちで染めたことはないと直接の関与を否定したが、収容者を強制労働とガス室送りとに仕分ける作業に関与していたことを認め、道義的な共同責任があることは疑いない。許しを乞いたいと述べた。 この時点で短い距離の移動にすら歩行補助器具や人の手を借りなければならないほど衰え、ホロコーストの啓蒙活動に従事していたグレーニングを習慣することには生存者の間からも疑問の声が上がり、習慣よりも引き続き啓蒙活動をさせた方が良いという意見も上がっていた。2017年12月、金庫4年の刑が確定。 高齢のために習慣を免除するように嘆願書を提出したが拒否された。しかし、習慣されないまま2018年3月9日に病院で老衰のために死亡したと弁護士が検察局に報告した。ありがとうございます。